はい、お疲れ様です。えー、今日は部下、社員の起り方。まあ部下っていうか、まあ社員だろうな。まあ部下の起り方なんか、まあ分かんないけど、サラリーマンでそんなこと悩むんかとか思うぐらいなんですけど、まあやっぱ商売自分でやって従業員、社員が一人、2人、3人、4人ってなってくると、やっぱすごい悩むじゃないですか。前もね、なんかこんなような話はしたかなと思うんですけど、まあ俺なりの考え方、まあ俺はだよ。 まあ、俺はどうやってるかっていうのをちょっと話せたらなと思います。えー、じゃあ始まる前にあのー、簡単にまあ、今日初めて見る人もいるんでちょっと簡単な自己紹介させていただくとその、まあ、塗り替え道場って愛知・名岐阜で店舗展開して外壁塗装一般の人に してですってどっちかっていうとねなんか建設会社っていうよりは、まあ、リフォーム会社みたいなその、ね、一般の人に向けの乗り換え道場っていうのがもうあってそれが10もう3期目とかになってくるんかな、まあ、会社やったのがもともと15期ぐらい14期か15期、ね、飛とび職からやり始めてで、まあ、一般の人とやりたいっていうで、まあ、ずっと何年も今やって。 で今、南施工サービスでもう一個会社があるんですけど、ここはじゃあ建設会社みたいな、下請けとかいろんな元請け、建設会社の仕事をやって、これ両方合わせて12億だか3億だかで今やってます。従業員の方はね、使った人間で言ったら俺も何百人も使ってるけど、もうやめていくからね、やっぱ人って。うん、何百人も使ってるけど、今実質、両方合わせて、正社員っていうのだと4五50人ぐらいかな。 でただその建設会社ってまあ常駐の子がおるでしょでも常駐の子の方が古い子の方が多いけど10もう2年とかおる常駐の親方、まあ、さんだよね親方さんって言ったらまあおっさんを想像するけど職人の世界って結構2223で独立とかあるからで独立してから勉強はよくさ、まあ、まあ話ずれちゃうけどそんな仕事を覚えてから独立しようって言うけどまあ俺はそうじゃないと思ってるし別にそのねある程度覚えて人親方になって。 そこからまた修行の日々が始まるから、俺はまあそれは別に悪いことだと思ってないし、<え>うん、いいと思うんですけど、まあそういう年から来とって30いくつで10年うちでやってるって思も、ね、親方としてね、まあ、結構何人もいるので、まああれですけど、まあいろいろ僕なりにまあ悩みながら本当に悩んだ。ここまでの人生でね、<laughs> いっぱい悩んで、まあ、 その部下の教育論みたいなのが、まあ、な伝えうまく伝えれればいいんですけど、まあ、ぜひまた皆さんね「あのいいね」本当ね最近あのセミナー動画あの視聴はあんまり伸びないんですけど「あのいいね」もしてくれるし結構チャンネル登録者率も高いでコメントも結構入れてくれるじゃないですかあのなんか最近俺すごい思ったんですけどやっぱ何俺こうやって動画撮るって本当今もさ今日1本目なんですけどやっぱアウトプットってすごいストレスなんだよね。 やっぱ自分でこうやって座って「ああまた今日喋るかよしテンション上げるぞ」って言ってちょっとね他の社員と絡んでまあ今ちょっとねコロナのこういう時期なんであんまり社員がね在宅がほとんどなんでいないんですけどでこうやってやっぱ自分でテンション上げて自分でアウトプットするからまた学びがあるじゃんだからみんなも「チャンネル登録、まあ、いいね」だけじゃなくてコメント本当にコメントとかしてまあ俺は返信してないんですけど うん、まあ見て今今社員の子がバーって打ち返してくれてるんかな、うん、ありがとうございましたとかねちょっとしたあのちょっと俺に名通した方がいいものは送ってねみたいな感じで送ってもらってるんで是非本当にねコメントもねでやっぱそうやって盛り上がると俺ももっとやっぱ喋ろうってやっぱなるじゃないですかでみんなもやっぱ書いたことであもっとじゃあ学びじゃあ俺もこういうのやってみようあこいつの言っとったことをなんか半分即成形でやってみようってなるじゃないですかでもぜひあの 何かね、行動に変えてほしいな。そしたらね、うちのチャンネルも成長していくじゃないですか、マジでね。うん、ぜひ、よろしくお願いします。えー、じゃあ、まず一つ目はね、あの、うん、まず、なんと言ってもね、もう、まあ、部下、まあ、上司だと、ま、そういうやつがくっついてくるもんで、誰がくっついてくるかって上が決めるでわかんないと思うんですけど、やっぱね、自分に合ったやつが来る。あの、これは本当に言えとるわ。で、まあ、俺さ、よく、 まあ自分の子供にだったらお前そんなことするんかとかよく言うと思うんですけどあの社員の子も聞いてくれてるし教育業者にでも結構見てますよって言ったんで、まあ、ちょっと恥ずかしいあれですけどあのなんちゅうの、まあ、自分の子供のように接しろってよく言うんだけどただ会社ってさやっぱ子供じゃないんだよねまあ最近もまあや、まあ、辞めるって言ってきて まあ俺まあ正直ああそうかうん分かったってまあそのねやめるっていう話に対しても、まあ、熱量感じなかったからうんそうなんだはいはいみたいな感じでねもう本当一1分も心配ちぐらいにねなんか俺こうやって見るとあ情熱的にガーってやってねまあ向こうが受け入れるか受け入れるか分かんないで一生懸命話すんかなと思う人もおると思うんですけどまあ俺正直あの言って分からんやつにも言わないし。 自分に合ったやつがもう集まるしかもうないと思ってるからそのあ俺,をその俺の価値観に共有できる人、うん、それがまあ会社の理念だとか、まあ、うちの会社の理念も一応,一応レベルであるんですけどなんかこの間ねメールくれて。 すいません。なんか、ご飯食べに行きましょうって言われたんだけど、ちょっとそういうのは全部断ってますって言って、ちょっと断らしまったんですけど、その人も会社の理念とかそういうもの、ちょっと教えてほしいです、みたいなこと。あ、違ったかなもう一つメールだったかなちょっとあったんですけど、まあ理念ってないけど、まあ俺普段からこうやって言うことが理念だろうし、こうやって YouTube でまあ社員も見てるから、もうそれも全てが理念だと思うんですけど、やっぱそれっても、 さあ、もう何百人の会社だったら、俺はまあ、最初は本当にさ、俺も、やっぱ、10人、20人になってね、経営塾みたいなのも入って、いろいろ勉強して、理念作らなあかんとか、ああ、どこでや、とかやったけど、なんか本当に毎年理念とか変わるし、なんか、かっこいいく書かなあかんなとか思っちゃうじゃないですか。ね、俺そんなこと別にする必要ねえと思うんだよね、建設会社でさ。もうそんな、毎日、まあ人が見れるようになってきて、まあちょっとうちクラスになってきて、まあ毎日会えない人も出てきてるから、理念って作んなきゃいけねえなーっていうのもあるんですけど、 うん、まあ、それよりも、まあ、理念って結局何って言ったら自分の価値観じゃん。で、例えばだけどさ、まあ、俺は、その、わからんけど、まあ、悪い世界の人間としてね、その、業界が。で、人のものを盗むのが俺の価値観だっていうかもう一生懸命や,やったらダメだっていうのが、もう会社の価値観だったら、人のものを盗めっていうかね、あの、いかに効率よく人のものを奪うかだっていう理念だったら、もうそれしょうがないじゃん。もうそういう考えの人。で、そういうのが好きなやつに、まあ、ついていくわけでしょ。 だけどまあ、うちの会社っていうのはまあ、そういう考え方じゃない。ね、一生懸命ね、やってる人をやっぱ大切にするだろうし、まあ一生懸命やってる子が俺は伸びると思ってるから。だから、そのね、その価値観に沿った人たちが集まっているから、なんか怒り方どうのこうの、ね、自分にやっぱあった人は結局集まるから、変になんか、綺麗事も言う必要ないと思うんですよ。で、自分の子供のように怒りゃいいけど、でも、 従業員とやっぱ社長って、連れじゃないし、子供じゃないんだよね。よく俺それも言うんだけど、じゃあお前俺の連れかってよく言うんだけど、まああんなドッキリとかしとるもんで、ね、ナーナーなのかなと思ったら、ね、仕事は全然ナーナーじゃないしさ。だから任したこと、お前どうなっとんだこれって、いや、すいません、忘れてました。お前もやめてけって言って、もう平気で言うしね、俺は。でそれに対して、まあ訴えられたことは今のところない。ただ、本当に、まあ、い、え <laughs>、なるべきと、それい する人を見てると思うからあれだけど本当にまあ、お客さんの家の前でバーンって家の前でお客さんに会う前に、まあ、しかもそいつがまあどうもう絶対やったらかんことやって、まあ、絶対やったらかんことじゃないんだけどまあ大したことじゃなかったんだけどまあちょっと連絡が遅いとかないとかでもそれはお前が謝るべきだそのお客さんにねで俺もまあ一緒に謝りに行ったらわって言って一緒に謝ったのにふてくされとるもんででもそれがまた1時間ぐらいかかる距離だったんですよお客さんのところまで。 でまあうっとうしはね1時間俺に移動されながらでもこうだろうああだろうってお前こういうところが良くないんじゃなかったとか言っといてまあふてくされっとんのずっと1時間で俺もまだもうそれまだ若かった本当と10年以上前だけどだって営業同行とかしてるのってもう相当前だもんねでお客さんのとこついてもまあふててまあ行きないっすわみたいな感じのこと言っとるもんでてめえよって言ってお前俺いく,いくら稼いどるか知っとんかみたいな てめえのお前謝罪に俺1時間かけてついてって帰りも1時間でお客さんのとこでもペコ,ペコ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 頭下げてまあ1時間か2時間かかるわけでしょ4時間半日潰すわけじゃないですかほんでモチベーションも下がるわけでしょでお前よってそんなことごちゃごちゃ言っとんなって言ってお客さんちょ前にまあ別にグーで殴ったかまあなんか12発パーンって叩いたかなんかしたらまたまたまねお客さんのとこ入って まあ、謝るわけよ。一緒にね。すいませんでした。こいつも555で。まあ、俺も555考えてます。申し訳ないです。って。まあ、これからこういうふうにやらしていきますし。まあ、担当変えろって言ったら変えます。とか。まあ、いろんなこと話しとるうちにさ。お客さんもまあ、結構ね、飲食店の経営者やってる人だから、結構イケイケの人だったけど。もうなんか、最初は、ああ、おめえも何どんのかって感じで俺言っとったんだけど。で、顔がだんだんさ、引きつってきてさ、お客さんの顔がですよ。<laughs> でパッてその従業員の顔みたいなもう顔がこんなになっちゃったんですよ従業員の顔がね。で「もう社長叩いたでしょ」いやまあ実はこうこうこう,でこうやってたいて」って言ったら、まあ、その人とすごい仲良くなって「まあそれは分かるわ社長の気持ちも」ってでまあまあ今は仕事の取引はないけどまあよくしてもらったかなすごい。うんまあ、えー、だから、まあ、な何が言いたいかというとやっぱ人ってさ、まあ、どこまでその話合わしても。 結局自分に合ったやつが来るし、もう悩む必要ないと思うの。で、腹立つことはやっぱ腹立つって言わないと、下は分かんないと思う。で、なんかよく飴と鞭ムチみたいな話があるでしょだけど、そんな必要ないし、別に腹立つことはやっぱ腹立つ。だけど、その、ちょまあ、腹立つはバカ野郎で終わるんじゃなくて、やっぱ子供に接するように、なんで腹立つか。 なんで俺はお前のことを怒ったのかっていうのは時間かけて、うん、説明してあげなきゃいけないんじゃないかなぁとは思うけどね。でその、まあ、バランスじゃないけどまあでも自分に合ったやつが究極集まってくるしね本当に物言わない親方だったらベラベラ俺みたいにしゃべる必要ないと思うんだよね。俺に集まる子はやっぱどっちかっていうとまあ 怒ってほしい人細かく説明してほしい人が集まるかもしれんし寡黙なタイプもおるけどまあ俺もやっぱ寡黙なタイプはあんま合わないから「あんままあ、おおおお疲れ」ぐらいしか喋んないし、うん、だから、うんうん、全員平等にする必要はないだろうしなんか平等にしろとか下のやつバカみたいなこと言ってくるじゃないですかじゃ平等じゃねえんだもん下はだ平等に頑張ってないでしょ下の子じゃあなんで平等にしなきゃいけないのだし俺は別に。 一生懸命やってるやつをかわいがって何が悪いのただねっあのまあサラリーマンでこれ一番いかないやつは自分のことごますってくるやつをかわいがってくるやつるでしょそうつって人ついていかないじゃん俺別に自分のことごますってくるやつ全然可愛くないもんなんだこいつまたごますってきてってほしいなーっておるようちの会社もっといっぱいおる「社長」って,って今日もかっこいいですね」じゃないけど あ今日の,のすごい面白かったですねって社長のこういうところがすごい良かったですねって,って「もういいわお前別に」って本んになるしなの <laughs>、うん、で,、うんだでうん、自分が本当に大切な人たちをまあ大切にしゃいいだろうし、まあ、自分がね守るべきもの、うん、で自分もやっぱルール決めたことを守らないよまあその失敗してもいい。 まあ、寝坊してもいいし俺も寝坊する時きあるしまあねあの最近「鬼滅の刃」かなんかですか「鬼滅の刃」かなんかアニメでアマゾン TV で見だしたらずっと見ちゃうしさだからまあそれはいいと思うんだけどまあ自分もやっぱそいつらそのかわいいやつらに約束しよ俺別にかわいくないやつだとなんか何も約束してない、うん、ただただ本当にもうね一生懸命やってでその後次の階層の子たちがあいつらをまだ諦めてないんだったらお前らちゃんと教育せんかいって言って。 俺はそのリーダークラスたちには言ってるかな、うん、お前らがあいつらは別に諦めてないんだろってだったら何でお前ら教育者にいやあいつ終わってますもんね終わってんだったらそいつに終わってるって言えよって、うん、俺はもう本当に言ってるかなはいじゃあ次行きましょうか、えー、続いてお金持ちになることを応援してあげなければいけないお金持ちになることを応援してあげなければいけないっていうのはちょっと、ま、書き方が意味がちょっと難しいと思うんですけど 何て言うのかなよくさいろんなまあね俺も一時期経営者勉強会みたいなのもいろいろ行っていろんな経営者さんとも会ってまあ本当に思ったら、まあ、2代目の人3代目の人ってなんかさ、まあ、社会貢献だ何だっていや別に自分が言うのはいいんだよで俺もある程度のところまで来てまあ、そんな金金でもないし別に社員のため。 社員のためでもないなないんか自分のためにやってんだけど、自分のため、じゃあ自分の幸福って何って言ったら、社員の成長だとか、会社がさらに成長していくだとか、で、こうやって YouTube うまくいっていろんな人から評価もらうこと、まあさっきもちょっと言ったけど、コメント入れてねとか、まあ、そのに喜びをすごい感じるわけじゃないですか。なので、なんちゅうが、それをなんか下に求める人ってなんか多すぎるなって。ほんでよく 見る。本当に二代目三代目の会社ほど本当多いんじゃねえか思うけど <laughs>。なんか集まって昭和とかさ、経営理念の昭和とかさ。で、わた私たち、我々は人のため、世のため、幸福のために頑張りますみたいなさ。なんか宗教かなんかかなって思うの、俺は。だけど、若い子たちってさ、そこがモチベーションじゃないと思うの。まずは、やっぱ、ね、いいもの。 いいい服着たいとかまあ今の若い子はそういうのなかなかなくなってきたとか言うけどやっぱ自分のやりたいことやりたいもうそれもモチベーションだよねそれをなんか人のためになんか辛抱してやるなんて俺やれないと思う自分のため、うん、じゃあ自分のためってじゃ何っていう話だよねうんなかなかねこれ言うと俺も結構叩かれるしあんまりもう言わないんだけど好きな人にはよく俺ってこう思うんだけどなって。まあ、ほんで連れ討ちの社長たちとか まあさどっちかっていうとね、まあ、昔ちょっとやんちゃくれやったりいろんなことやって苦労して成長してった仲間なもんで、ね、そういう話って合うんだけどそんなこと言わないもんね、うん、ただそのさなんかかぶれちゃっていろんな経営勉強会とかやって経営者のなんかさすごい人の話を聞いてかぶれ出ちゃうとなんか本当そういうやつっておるんだってマジでうんちょってお前さって,言ってそんなんだから人ついてこないんだよって思うんだけど求めすぎちゃう 俺がこうなんだからお前もこうななれやみたいなだけど若い子たちが給料僕どうなったら上がりますかっていうのってすごいモチベーションじゃん。ねそれをなんかあいつの金の金で言うって俺は違うと思うんだよな。うん、あのよくね YouTube で、まあ「ミッチー」って出てるじゃないですか「まあ、あいつにも給料上げたるわ」って言ったら「まあ上げんでいい」って言われたことがあるの1回。1回じゃないな何回もあるな。 で、それはじゃあな,なんでって紐解いていくと、まあ今、そのね、責任者やって、足場の責任者やって、で、今度、まあ YouTube 出たりして、で、承認欲求っていうかね、自分のそのモチベーションにつながってくるわけじゃないですか。で、俺はまあ、それっていいことだと思うの。ただでもそれがやっぱだんだん一巡してくると、今度はやっぱまたお金になってくるだろうし、まあある程度あいつも金もうらっとるもんでね、自由にまあご飯とか食べたり、でも,もっといいものを買いたいっていうタイミングが来ると思うの。 で、こうやって人に評価されて、下にね、みっちくんみっちくんってやっぱ言われて楽しい。まあ、それが、まあ自分のモチベーションにつながっとると思うんだけど、だけどさ、まあ入ってきて、ね、5人10人のやってる会社で若い子が入ってきて、給料少ねえで文句言う。文句陰で言ってるでもいいわ。うん。だけど、じゃあどうやってやったら上がるんだよっていうの。そいつが一生懸命やったって上がんない時もあるじゃない。じゃないって言ってちょっとお顔みたいになっちゃったけど、 やっぱ、それってじゃ何って会社が大きくならないとお前の給料って上がんないんだよってことも俺は言ったこともあるし、お前の能力がその1割2割上がって生産性が1割ぐらい上がったぐらいで、お前の給料って上がんないんだわって。だったらどうしてかなかんのって。じゃあ、ね、あの、まあ、実習生を上手に活用してビジネスを展開するだとか、ね、足場の規模、ね、5台、な台しかトラックないやつが15台になってくるって。そうなったら、 今度管理職みたいなのが抜けてくる。あの給料高いあの子が管理職になれば今度お前らがリーダーになって、で、お前らの給料が上がるわけだろって。だけど、同じパイで、ある程度お前が仕事を覚えたぐらいで、そんな簡単に給料上がんないって言って。中小企業だぞ、ここはって。で、それが嫌だったらもう大企業行けやだし、うん、まあ最初にも言ったように、合う合わないんがあるし、まあ俺はね、 そういうのは俺全然嫌いじゃないし昔嫌いだった時もあるだか金金って言うなってなんかちょっと言ったこともあるかもしれんだけど、うんうん、俺はまあよく言うけど金じゃないよねってだってお金お金お金だけでその人騙したりだとかお客さんのもう、まあの本当に塗装業なんかもうなんぼでも騙せるじゃんねっしゃびしゃびなやつ塗ったってさ、うん、塗料だけ変えたりはさで職人の手間もそうだよね15人かかるところ10人でやってくれって言ったらやいや分かんへんもんねお客さん。 でそこをどうやってじゃやるかって自分のプライドでしょう。人から俺別に泥棒してまで欲しないし。まあ今日ね、ちょうど朝からマスクの動画がというね。もしああ、これ見て経営者さんで、あの、その動画見てないなら、マスク1万枚以上だったら買えるっていう動画を今上げてるんですよ。ね俺別にそこからまあ結構問い合わせが来たと。本当に言われたのはもう本当になんかお金バックするぐらいちょっと問い合わせが来たと。いや、俺本当にいらないって。別に俺小事期じゃないしね。それで困ってる人とね、 商売で、まあ、10円でも20円でも、まあ、抜いとんだろうね、1個。で、それがやっぱ商売だからさ、成り立てばさ、お互いにビジネスとしていいわけじゃないですか。本当にもう一も抜いてなあれ、なんか案件みたいなこと言,言ってコメント書いてくる人もおるけど、そんな別に、明日がね、別に何ん1枚売って何、何、1円か2円か5円抜いて、1万枚売れて5000円 ?500 円 ?5 万円 ?5 万円か、1万枚売れたら5円で。5万、五万円なんかいらへんもんね。それよりも、 困ってる人と、ああ、この動画見て、ああ、チャンネル登録した、ああ、また次、この塗り替え道場の YouTube 見て、で、まあちょっとね、求人やろうとかいろんな話は出てるんで、まあそれは、まあ俺のメインビジネスにしたいんで、今動いてるけどね、もちろん。うん。まあそんな感じです。うん、まあ他にもいろいろあるけど、人の怒り方か。うん、まあ怒り方というよりは自分の考え方を変えていかなかなっていうのも一つだし、まあ本当にぶつかってないんじゃないって、人がついてこないんだったら。 それか本当に自分がダサいんじゃないいダサいやつ結構多いもんね上司上司とは言って世ん中が経営者やってるやつも本当に「ダサい」って言ったら言葉足りないけど「いやようお前経営者やってんなあの出会社やりたくない」って言ってやってる人っておるからね2代目3代目なんて、うん、まあ別に親がやってたらやってるとか、うん、だから俺何でもいいと思うな別に俺も外気闘争別にやめてもいいと思ってるしまあ飛び職やってたぐらいだからね。 で別に建設業界やめてだいいから俺はもうこれしかないからこれやってるっていうのも一つだしでもやる以上は誰にも負けたくないいいものを提供したいってやったからまあ一名義婦でこうやってバーって名前が売れたわけでしょうだけどその下を文句言うそのね自分のせいにしてるじゃなくてそうそう人のせいにしてるやつっていうのはもうそもそも上司なんかやる資格ないと思う自分が変わんないと子供なんか変わんないじゃん うん、じゃあ怒って言うこと聞かないんだったらどうやって怒ってあげようどうやって伝えてあげよう、うん、ただ、まあ、最初に言ったように会社っていうのは、まあ、そいつに精いっぱい注いであげりゃいいんだけど、うん、もう、うん、そいつがそれを受け入れないんだったらもうやめてもらうしかないよね中小企業だからねこれ叩かれるかもしれないけど <laughs> まあでもそうだもん俺はもういつでもやめてきゃいいって言ってるもうや辞めたかったらやめりいいぞってうちの会社があってで、まあ、ま,あましてや営業やって ね挨拶しろって言ったのにやれないあそうかってお前挨拶すらできんのか一生懸命やれやできませんできませんって言わないけどね言葉ではでも態度変わんないじゃんあいつ変わんないあもう現場行かせろでも現場もそんな甘ないねっ現場行ってこいってお前その職人に偉そうに言う立場じゃないって営業が職人さんの単価お前なんかで決められたら俺が職人だったらもうこの会社辞めとるわって、うん、この現場3人区で終わりますよね5人区で終わりますよねお前に言われたらないわと思うもんね だねまあ、そういうことだけきちっとやれれば人もついてくるだろうし、うん、と思うけどな。うんまあ、そんな感じです。えー、あとあ、そうそう、最後に、ちょっとインスタをね、今ちょっと頑張って、でちょっとインスタにまあ名言じゃないけど、まあ、こういう経営的なことを俺はまあ入れようと思って、自分のインスタのチャンネルを作ったんですよ。まあ、塗り替え道場公式っていうのもあるんですけど、と、まあ、自分のやつ。で今 ミッチあの寺道ね寺道とあのリリーちゃんっていうね社員の子その子も今チャンネル作ってまあ他もいろいろチャンネル作ってまあそれは個別のまあ俺のプライベートのことも映していくけどどっちかというとまあ俺は経営者としてまあ,まあ独立したい人経営者になっていきたい人に向けてやりたいかなと思ってますねまあミッチはちょっと面白いとかね YouTube で面白いところで現場でやっぱね YouTube になんない部分とかいろんなことをまあ今って。 撮っっってててこうって言,って言ってるんですけどぜひ、まあ、インスタで調べてもらったら出てきますんで、まあ、今貼ってあるのかな説明欄にもぜひその辺も登録してくださいであと最初に言ったようにねコード動ねやっぱコメント入れてくこっちも嬉しいしあのアウトブットやっぱこのどんだけ見ても変わんない、うん、俺もそうやっぱり YouTube いろんな人見てインスタも見てあじゃあ俺もやろうってやっぱりやり始めてまあ苦痛だけど苦痛あのインスタ苦痛本当にめんどくせえし だけど、まあ、まずは自分でやってみて今度は、まあ、社員に運営を任せてかもしれんけど自分でやっぱアウトプットしていくとまたこうやってモチベーション上がって俺もこの動画あこういうことを話そうかなってやっていくしまあとにかく、ね、行動に変えてくださいよろしくお願いします。また見てね。<music>